来て自分はまだ、あ、なんだ、存在があるじゃないのって、役割あるじゃないのっていうのができる島だと思いますよそうね。ね、役割だね。お願いします。はい、お願いします。カズコちゃんも改めてなんですけど、はい。ここの新島に、今復興プロジェクトをやっている、はいやろうと思ったきっかけっていうか、やるきっかけになったエピソードを教えてもらえば。きっかけは、この島が8年前に無人島に、もう8年前になるんですけど、5人姉妹の一番下なんですけど、4番目の姉が、もう人も住まなくなって、定期船も通えなくなるよって、通えなくなったよって言って、わあ、じゃあ、神社、島にあったお宮さん、いや神社なんだけど、私たちはもう小さいところからお宮さん、お宮さんって言ってて、いつも学校の上の方にあったから、文庫の、もう自分たちの遊び場とか。で、戦争代々というか、祖父とか父とか、神社お宮さんをお守りさせていただいてた経緯があって、でそれで、わっ、そしたら誰もいなくなったら、そのお宮さんどうなっただろうかと、最後までいらっしゃった方に、うちの血が看取ってくださいって言って、お願いしてて、それがいらっしゃらなくなったら、あらっていうところから、そこから始まって通うようになったんです。通うようになってから、はい、結局女装だったりそういうのが楽しくなって、そうよね。だから定期船は朝10時過ぎので来て、で3時まで時間があったから、お花とお水を替えるっていうのは、もうそこ1時間もないぐらいでできるもんだから、待ってる間、姉が「暇ね」って。やっぱりこう、最初その神社に行くまでがもう獣道みたいな感じで、もう怖かったから、じゃあ時間のある間、こう草を払っとこうと、そこから始まりました。もう足元がいいように。そしたらね、この5年ぐらい、6年、7年もか、う丸6、もう7年7よ年ね。かの間にね、その本当草払いから、もう今は僕も一緒させてもらったけど、神社を建てたりね、そうそう。道を作って畑を耕してとか、そうですよね。まさかここまでなるとは思ってないですよ。一大プロジェクトになってね。いやー、そしていろんなイベントをさせていただいたら、皆さんが楽しいねとか、また来たいとか、わあ、この自然は、なんかまだこう楽しんでいたいとか、すごいこう老若男女じゃないけど、大人の方から子供さんたちまで、なんか楽しんでくださったから、なんかそこからちょっと、なんでファイトというか、欲が湧いて。そしたらなんと2019年夏にまた帰ってきて、 そうなんです。9月の27日から住み始めたのかな、ここ、鹿児島に、北九州に住んでたもんですから、鹿児島にこのそれこそ移住っていうか、戸籍を、住民票を直したのが7月の23日でした。ね、8年ぶりに有人島にまた生まれ変わったという。そうなんですよね。なんか私たちは、お宮さんのお守りをさせていただくという思いで住まわせていただくということになったんですけど、いろんな方々を通じると、私たちが住まわせていただいたことによって、この島がまた生きてくるとか、やっぱり大きくなると、県やらしやらがとか、鹿児島県が、いや、ありがとうございますと言ってくださったりとか、なんかそういう方向性になってきたというところもあるんですけど、皆さんがそれから1年
もう1年9月で1年になって去年ので今1年3ヶ月ぐらいいろんな方がお見えになってきて島に私が住んでからね、いや逆に私は最初は自分でなんでこんなことを言ったんだろうと、やっぱりこう思いと現実はだいたい違うんじゃないですか、思ってたのと現実住んでみると。最初はそういうのがなんとなくなんかはぁーっていう、こうため息ではないんだけど、いやすごいわって思ったけど、もう1年以上経つとなんかいろんな方の出会いでまたこう得るものがいっぱいある。でまたいろんなこうお手伝いしてくださった方たちに当たり前じゃないけど当たり前のことの感謝ができるようになったっていうのがちょっとはありますね、はい。僕もこの新島に携わってもらってからすごいいろんなご利益があるというかあって、このすごいなんて表現すればいいのかな、分かんない、ご利益のある島なんですけど、このなんか魅力とかなんかここの島のなんだろう、あ魅力っていうのをちょっと教えてほしい。まあいつも言ってるんですけど何もない。そして車の音がする、それこそ人工的な音が何もしない、本当の自然の 音とか自然の営み、それに私たちがその自然に入っていくというのが必要というか、そうすることで生活をしているという。今まではこう陸続きのところにいると自分たちの思いをこう先に出すというか、叶えるために物とか何とかっていうのを必要だって思ってたけど、今はこの自然の中でいかに溶け込んで生きるかと、ああいう、こう生活していくかっていうのに変わってきましたね。だからそこが魅力かな、やっぱり。なんか今までの生活とも全然変わった、全然というか 100% 変わったわけじゃないんだけど、もう半分以上は変わってますよね。やっぱ風を、この自然の風なり、やっぱこうよく言うんですけど、天気予報をよく見るようになりました。なるほど。意識して、波がね、風が強くて波が高いと船も出せないしね、やっぱり風向きで火山灰も降るしね。そうなんですよ。だから計画、やっぱり予定スケジュール表にいついつ何がかにがってこう書いたとしても、その時の状況じゃないと、もしそれが絶対的にそこにそのことを成し遂げないといけないとか必要だとしたら 2,3 日前から行くとか、っていう風にしてます、その状況によって。そうだね、はい、出れない可能性もあるからね。そう、もうそれの方が、だからちょっと待ってて1時間後に行くねとか30分後とか、それが今までできてたけど、あと5分まだ余裕があるよねっていう、でもそんなのは全然もう通用しないです、はい。この島が将来的にこうどうなっていってほしいとか、まあ、願いというかありますか。あ、そうですね、なんかいろいろと鹿児島市の観光、認定需要ガイドっていうのも勉強させていただいて、それも免許取らせていただいたんですけど、そういうこととかいろいろといろんな島に来られて私たちの知らないことも教えてくださったりとか、先人の方お話とかお聞きする中で、ああこの島が私も帰ってきて小さい時にすごくこうなんていうのかな、もう自然体で 100% なんかこう満喫してたという、今から思えば楽しかったなっていう思いがあるから、やっぱりこの一瞬でもこの思いをこの島でみんな感じていただいて、また現実のやっぱりこう生活する上での戻っていかれるんだけど、あなんか楽しかったからまた頑張れるよねとか、そういうなんかちょっと心のなんていうのかな、ハートの中の一つに入れてもらえば嬉しいなと思って、はい。それこそ一番最初に誘ってもらったのが秘密基地を作ろうみたいな、
そうな、和子ちゃんもだし、あのひろこちゃんに、あのもう本当大人も子供もこう自然の中で楽しめる、自然もいっぱいあるから、そういうところで自然体験できる秘密基地を作るがみたいのが僕の中ですごいこう、あ、行きたいと思ったキーワードで、あ、そうですね、そうですね。だからあの自分たちでまたこれからいろんな方がご縁すると思うんですけど、あ、ここの部分は自分たちがあんだけ苦労して汗水垂らしてやったよねって、うん、なんか楽しこれきつかったけどここで何かをできるという、やっぱ自分たちがこの島のこの楽しさを作っていってもらいたいというのはありますね。いいですね、うんうんうん、本当にその魅力に取りつかれた、はい、いやそれがある島ですよ ね。なんか全部応えてくれる、うん、なんか思いを、うん、あの応えてくれる島じゃないかなと思います、うん、だから私たちもなんかあのこれから先ライフワークとして、うん、なんかこの島で一生懸命何無になって一生懸命やったことで夜は、はあ、なんか晩酌じゃないけど、うん、美味しい酒が飲めるねみたいな感じで主人と、うんうんうん、はい、大やめをしてます、ね、本当にね、あのこの単純な農作業みたいなのなんだけど、終わった後みんなでねお昼ご飯本当に美味しいし、はい、帰ってから釣る晩酌美味しい、楽しいのよね。そうですね、本当、はい、だからぜひあの一人でも多くの方にしていただいて、ね、なんか自分たちの島、うん、それこそ自分たちが秘密基地を作る、僕はここに作りたいとか、私は ここのところをこうしたいとかっていう、うん、それいいですね本当に、うん、それこそあの大将連れてきてるじゃん、はい、うんうん、あいつが、まあ、これ言っていいのか分からないけど、まああいつが来てた時なんかこう結構仕事面でも生活面でも悩んでた時期だったらしくて、はいはい、ただみんなでこうやってあの作業をする中で本当にこう救われたって、何も考えずにただただひたすら畑を耕して木を切ってっていう、この単純な作業なんだけど本当に楽しくて、なんか救われた時間だったって。だからそのなんかもう無心になれるっていうね。そうね、無心になりますね。いいよね。で、あのこうバックにもありますように、うん、この桜島、うん、見てたらもう小さいことはね、もうなん か勝った負けたっていうそんなおこがましい思いはないけど、うん、いやなんちゃないなっていう感じがします、うんうん、 そうね、そういう思いもあるのかもしれないですね。そうかも、うん、なんか今まで考えてた悩んでたことがちっぽけだなみたいなね。そう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 、確かになんかそれはあるかもしれない。ぜひちょっとね、うん、悩んでる人とかあ、そうそう、来ていただきたいです、ね、いや、来て自分はまだ、あ、なんだ存在があるじゃないのって、うん、役割じゃないのっていうのができる島だと思いますよね、うん、そうね、役割がね、うんうん、もういっぱいもうあの 手つかずのところがありますから、うん、みんなであのこの島をわー、よっしゃ、こうドリームランドじゃないですけど、うん、夢の島にしてもらいたいです、うん、はい、ぜひまたじゃあたくさんのボランティアを待ってますので、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。